はい。ヒルビール放送局、今日のアウトプット。今日もマコネーと一緒にダイエットの勉強をしていきましょう。このポッドキャストでは、えっと、日本ダイエット健康協会の公認ストラクターを目指しているマコネーが普段勉強しているテキストを元に、その内容を皆さんにシェアしていくというポッドキャストになっていき、なっています。 今回は、えーと、レッスン5、カロリーと栄養素とダイエットっていう内容の中からお話をしていきます。でですね、これまで日本ダイエット健康協会の設立の趣旨など,をなどや、えーと、ダイエットとは現代ダイエットの基礎知識、体脂肪の基礎知識とやってきてで、カロリーと栄養素とダイエットが今回のテーマなんですよ。で、本日の問題は、 カロリーは1リットルの水を一度上げるためのエネルギーである。丸か、バスか。いイ,イエスか、ノーか。<laughs> このテキストはですね、各章ごとに、あの、いくつかの問題をによって構成されています。で、今の、今日の問題はこちらになります。さあ、皆さんどう思いますかなんか今日は、あの、今日どっちかというと、なんか理科の問題みたいな感じですね。さあ、今日のテーマはこちらです。カロリーの 基礎知識。カロリーの基礎知識。まあ知ってるようで知らないカロリーですけども、まあ、ぶっちゃけ知らなくてもいいような気もしますけどね。さあ早速カロリーの基礎知識行ってみましょう。まずね、カロリーを英和辞典で調べてみると、まあ英和辞典っていうのはまあ、あの元々ね、これには英語も書いてあったんですけども、カロリーとあっていうのを英和辞典で調べると、熱量の単位って出てます。 ま、熱量の単位って、まあ、昔々ね、リッカーダで、いや、もうちょっと後になってから勉強した気はしますけど、さて、どんなだったかなっていうのを確認しながらやっていきましょう。さあ、次は、えっ、ー、と、人間の生命活動についてですね。まあ、熱量云々の前に、人間の生命活動はどういうものかというと、まあ、食べ物からね、エネルギーを摂取するわけですよ。もちろん。そう。だから、人間はね、別にあの、 太陽光を浴びて、エネルギーをチャージするわけじゃないですからね。うん。で、まあ、食べ物から摂取して、で、体内で燃やして活動エネルギーにする。まあ、それ、ね、言われてみれば当たり前だけど、気にしないとわかんないような内容ですよね。そう。で、えっ、ー、と、じゃあ、食べ物のカロリーってどうやって計算してるかを見ていきましょう。これ、なかなか特殊な方法で調べてるんですけども、まあ、これ、 書いてあるのを読んだだけなんですが、水槽の中にね、水槽の中に、あの、ちょっと待ってね。そう、ここにちょっと分かりづらいからそのまま読むね。食べ物に含まれる各栄養素のカロリー、摂取エネルギーは、水槽に入れた爆発燃料系という装置の中で、各栄養素を個別に燃やして発生した熱による水の上昇で決められる。まあ、要するに水の中で、 あの、ばって、あの、栄養素を燃やして、で、水の上昇によって、カロリーが決まると。へ爆発燃料系って見てみたいね。<laughs> すごいタイトルだな。そまあ、その際ね、1カロリー1リットルの水を14.5度から15.5度まで一度上げるために必要な熱量を定義しています。まあ、つまり、 カロリーは1リットルの水を一度あげるために必要な熱量であるってことなのね。そう。うん。まあ、ここね、チェックよ。<laughs> そうしてね、うんと、次に、あ、1カロリーの定義。まあ、まさに今言った通り、1リットルの水を一度あげるための必要な熱量ですね。じゃあ、今度は、じゃあ、生物学の消費カロリーはどうなのまあ、私たちの消費カロリーだよね。 これもね、ちょっと特殊な方法で調べてるみたいなんだけど、これもきついな。えっとね、これも読んでみよう。生理学の消費カロリー、活動エネルギーは、人にマスクをつけて運動させた後、呼吸を分析して酸素の消費量を測定します。1リットルの酸素が消費されるとき、4.82カロリーの熱が、熱を出すため、酸素1リットルの消費につき5、 カロリー系と計算されます。なるほどね。まあ、要は運動して吐き出した酸素を、酸素を分析して熱量を測ってると。なるほどね。まあ、ここでね、さっきも、さっきのあの、うんと、なんだっけ、えっ、ー、と、摂取エネルギーにしても、あの、こちらのね、活動エネルギーにしても、このあの、例えば脂肪 1g が何カロリーとかね、 えっと、こっちは、酸素だよね。うんと、酸素1リットルの消費につき5カロリーとかいうのは、また後で出てくるんですよ。そう。確かね、あの、うんと、一系の方に行くと出てくるんですよね。まあ、なので、ここはまあ、さらっと流します。はい。そう。まあ、ってことはですね、今日の問題を振り返ると、 ま、カロリーは1リットルの水を一度上げるためのエネルギーかイエスか農家。まあ、さっきお話した通り1カロリーの定義は1リットルの水を一度上げるために必要な熱量。なので、イエスです。はい。はい。そうなんです。これで今日の理科の問題集は終わりです。<laughs> では明日の問題はというと、問題20。足りないエネルギーは自分の体脂肪を 食べて、まあ、叶う。うん。たまにね、この問題作ってる人というか、このね、あの、問題の項目ごとに作ってる人、書いてる人がね、ちょっと違うんじゃないかなって思う気がするの。なんか、あの、それぞれの個性がちょっとずつ違ってくる、来てる気がしない毎日の問題の系統が。なんか、あの、昨日はさ、なんか、まあ、今日はね、理科っぽいし、朝なんか文学的な、なんかちょっとそんなニュアンスを感じるのは私だけまあいいけど。 <laughs> まあ、その中で足りないエネルギーは自分の体脂肪を食べてまかなうイエスかノーか。さあ皆さんまた明日まで考えてみてください。今日のもん、今日のお勉強はここまでです。はい、このポッドキャストは毎日、えっと、12時に配信しています。えっと、全100回になる予定なんですが、まだまだ19回。<laughs> <laughs> でもね、あのー、後半の一級相当の、プロフェッショナルアドバイザーになるための一級相当のテキストは、一つ一つがね、結構ね、内容がサクッと終わるから、もしかしたら、二個一ぐらいな感じでやるかもしれない。もしくは、一日に二個上げちゃうとか。そう、ちょっとまあ、そんなことも考えてますので、また楽しみにしてていてください。そんなわけで、今日も、今日のアウトプットも、 最後までお聞きいただきありがとうございました。マコネでした。またね。バイバイ。